このバカ。ほら拾え、さっさとしないか。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろ。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指す。何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げよう。こんにちは。ご用件は？いや、特に。どうも。エリザベス・ウィルソンです。ウィルソンさんですか？おはようございます。駐車場のマイクです。お車のことでちょっと。どういうこと？何があったの？誰かがぶつけたみたいで来ていただけませんか？ちょっと嘘でしょ。信じられない。もう今すぐ行くわ。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。助けてくれ。ID を確認しました。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。47階です。
してほしい。サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。俺がやる。なあ、まだポーカーやってる？ああ、なんで？トーナメントやろうと思ってて。やるか？もちろん。マイクは知ってるのか？なわけないだろ。余計なことは言うなよ。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。何してるんだ。僕たちはそのメンテナンスの作業をセキュリティに報告する。やめろ。おい、何してるんだ。ちゃんと見張ってろって言ったでしょ。人間のせいで失敗するわけにはいかない。もう時間がないの。
じきに奴らにバレるわ。平気か？当然でしょう。さあ合流しよう。みんないいな。みんないいか。殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。マーカス、どうする？待ってろ。あいつ何してんだ？さあな。おい、何してる？
メッセージを録画しよう。あまり時間がない。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。マーカス、顔を。いいか、始めるぞ。始めよう。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。奴らだ！行こう！動かないんだ。大丈夫、みんなで帰ろう。奴らが来る、もう行かないと。あれじゃサイモンは飛べない。もし捕まれば奴らは必ずメモリーを調べる。置いてはいけない、撃つしかないわ。仲間だぞ、殺すなんてできない。あなたが決めて。仲間は殺せない。もう行くよ。すまない、行こう。
番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。